皆さん、こんにちは、えー。平成最後のアンプカンフにようこそ。<laughs> ちょっとウケましたね。ありがとうございます。えー、それでは、ここからは私、EC キューブの奥清隆と、えー、サンデーシステムズの長沼が、えー、EC キューブの UX をアンプで最適化するというお話を少しさせていただきたいと思います。えー、まずは、我々とアンプの関わり方についてお話ししたいと思います。 えまず我々が開発している EC キューブというものなんですがこれは e コマース向けのオープンソースの CMS パッケージですえ約3万店舗の EC サイトが EC キューブで構築され現在も稼働していますえ昨年の10月には EC キューブのメジャーバージョンアップである EC キューブバージョン4をリリースしました また今年の2月にはパッケージ版では提供できなかった価値を届けるためにクラウド版のサービス ECube.co というのを始めましたこのように ECube は成長を続けているのですがこれまでは ECube バックエンドの開発と最適化に注力してきました ECube4 のリリースに伴い次のステップとしてより良いユーザー体験のためにフロントエンドを 改善したいそういう思いい思が我々にありましたそこで我々が取り組んだのがこちら、そう、AMP です。我々のこの AMP に対する取り組みは、昨年行われた ChromeDevSummit というカンファレンスで取り上げられました。我々の取り組みというのは、この EC キューブの AMP プラグインです。 このプラグイイインンををににストトールすすするるこここととででのの強力な機能を EC サイトに適用することができますこの開発にあたってはアンプの豊富な機能とアンプの取り組みやすさのおかげで我々は1か月足らずでこのプラグインをリリースすることができました軽く機能を紹介しておきますとプラグインを入れることで通常ページよりもパフォーマンスの高いアンプページを提供することができます また、AMP ページはレスポンシブルに対応していますのでデスクトップ版でもモバイル版でも同じようなユーザー体験を提供することができます。ホーム画面に追加することでネイティブアプリのような振る舞いを提供することも可能ですここからはプラグインの詳細な実装について長沼さんのほうに紹介していただきたいと思います。 はい、では EC キューブアンププラグインの実装詳細ということでアンププラグインがどういった形でアンプテンプレートを生成しているかまたこのプラグインがどういった役割を担っているかなどについてお話しさせていただきますまずプラグインの大きな役割として次のようなものがありますまず1つ目ですが従来の EC キューブが持つツイグテンプレートこちらをアンプに対応したツイグテンプレートとして追加することです これはサイトのトップ、商品一覧、商品詳細といったページ、そしてブロックと呼ばれる、えー、検索ボックスなどのページの構成要素が該当します。そして2つ目、フロント側で実行されるアンプの処理、その設定などに関する部分を管理インターフェースと連携させる機能の追加です。 例えば、アンプオプティマイザーと呼ばれるツールを使って最適化処理を行ったアンプページを自身のサーバーから配信するといった設定、こういった部分を管理インターフェースを通じて実現していきます。ちなみにこちらのオプティマイザーの設定はあくまでオプションという位置づけになりますので、最適化を行わず Google アンプキャッシュを通じてサイトを配信することは可能です。そして3つ目。 ウェブアプリマニフェストとサービスワーカーを自動で追加しインストールするだけでシンプルな PWA 化を実現することこれら3つが AMP プラグインの持つ大きな役割となりますそれではまず1つ目に挙げた役割 AMP 対応したツイグテンプレートに関してお話しさせていただきます えー、e c ューブを AMP 化する際プラグインインストール時に追加された AMP テープレートはすでにいくつかの AMP コンポーネントが組み込まれておりインタラクティブな UI を実現しています元のツイグファイルの構造をベースにコンポーネントを組み込んでいるんですが組み込みの際にいくつか考慮しておくべきポイントがありますそれは従来の e c ュー e ページが持つインタラクション それをアンプ対応した際も実現する必要性があることです。ここで EC キューブの商品詳細ページを例にとってお話しさせていただきます。表示しているスマートフォンのアニメーションセレクトボックスの操作に応じて商品金額や商品コードが変更されているのが見て取れるかと思います。 EC キューブの商品詳細ページではサイズ、カラーといった任意で設定できる商品規格がセレクトボックスとして実装されておりこれらのセレクトボックスの変更を通じて次のようなインタラクションが発生します目に見えるところでは商品の金額やコードの変更在庫有ムを判定してボタンのデザインの変更そして目に見えないところではフォームの値の変更といったものです こちらは EC キューブのツイグテンプレート内に記述されている JavaScript のコードの一部です既存の EC キューブではフォーム周りの挙動を JQuery ベースで実装されていますが当然 AMP ページでは使用できませんですのでインタラクションの部分は AMP コンポーネントを使って実現していきます 先ほどご覧いただいたセレクトボックスを操作しその操作に応じた動的な挙動を実現するにはアンプリスト、アンプバインド、アンプマスタッシュといったアンプコンポーネントが必要になります。こちらは実装部分のソースコードです。大まかな流れとしてはアンプリストで JSON ファイルを取得アンプマスタッシュで取得した JSON ファイル内のデータをアンプリスト内にレンダリングその後 アンプバインドでセレクトボックスの変更をトリガーとして動的な挙動を実現するというものになりますまずアンプリストタグに記述している SRC 属性バックエンド側で生成した JSON ファイルを読み込んでいる点を確認していただけるかと思いますそしてテンプレートタグ内に記述されている箇所 読み込んだ JSON データの内容に応じてマスタッシュ記法で表示する内容を変えています。次にセレクトタグに注目していただくと音属性に設定したチェンジイベントがインタラクションのトリガーとなっていることがわかるかと思います。このようなインタラクションは商品詳細ページ以外にも実装されておりアンプ対応時には代替の手法となる機能を アンプコンポーネントを使って適宜組み込み元の EC キューブと変わらないインタラクションを実現するというところがポイントとなります続きましてプラグインの役割の2つ目アンププラグインを導入することによって管理インターフェース側で拡張される機能そしてそれがフロント側とどういった連携を行っているかについてお話しさせていただきます ECUBE は CMS ですのでアンプ化に伴うさまざまな設定は当然管理インターフェースを通じて容易に行えることが求められます。アンププラグインを導入することによってサイトのアンプ構成をどうするかといった選択やソースコードや CSS の編集ができるようになります。プラグインのインストールが完了すると管理インターフェースのプラグイン次覧というところからその内容を確認していただけます。 プラグイン一覧の画面から先に進んでいただくと、まず、ペアアンプ、アンプファーストの設定に関する項目が出てきます。ペアアンプでは通常の HTML ページとアンプページがペアで作成されます。アンプファーストはアンプページのみが存在する構成となり、どちらも Google アンプキャッシュを通じてページを配信することができます。そして次に最適化項目として最適化処理 URL を入力する箇所があります。 これは登録項目でアンプファーストを選択,選択した時のみに利用できる箇所でアンプオプティマイザーを利用して自己,自己最適化処理を可能にする連携機能です例えば GCP 上のクラウドファンクションズこちらにアンプオプティマイザーによる最適化を行う API を作成しそちらと連携させたとします管理インターフェースより最適化の指示を出し EC キューブサーバーから追ぐテンプレートを API に投げ 最適化されたアンプページを再度 EC キューブサーバーで受け取ってそのデータを元の EC キューブサーバーから最適化したアンプとして配信するということを可能にしていますご存知の方も多いかと思いますがアンプオプティマイザーは次のような処理を行ってくれますこれにより Google アンプキャッシュによって実行されるパフォーマンスの最適化を自身のサイト上で行うことが可能となります AMP プラグインでは最適化した AMP ドキュメントを追贈のテンプレートとして利用している点が特徴的なのではないかと思います次に AMP 対応したページの CSS に関してですがこちらは各ページのスタイルを管理インターフェースを介して各々挿入することができます CSS 登録項目では入力内容の容量を表示する形になっており 大元のアンプ設定ページの CSS、そして各ペ,ージの各ページで設定した CSS の合算を表示するようになっています。CSS の総容量が 50kB を超えないように留意することができるというところです。例えば、アンプ設定ページはノーマライズ CSS などを設定し、そして各ページでデザインに即した CSS を設定するということが可能です。 そしてプラグインの役割として挙げた3つ目、PWA 化について触れておきたいと思います。AMP プラグインはインストール時点で Web アプリマニフェストとサービスワーカーを自動で追加し、PWA 化したサイトとして動作します。これにより、ホーム画面から起動、リソースの先読みといった PWA の機能が利用できます。現段階での PWA の機能は非常にシンプルなものですが、 今後、サイト運用者がアプリ的機能を実装することを検討できると、そのベースとして活用していただけるのではないかと思います。そして、サービスワーカーの生成にはワークボックスライブラリを使用しています。CMS ベンダーがデザインカスタマイズを行った際などには、改めて実情に即したサービスワーカーを生成して、AMP プラグインに登録していただくことが可能です。 なおウェブアプリマニフェストについては管理画面より改変が可能となっています先にご紹介した管理インターフェースのアンプ設定ページこちらよりドキュメントを登録することが可能ですでは最後にこのプラグインを使った事例をご紹介させていただきたいと思いますこちらはサングラスやメガネを取り扱う EC サイトでしてトップ商品一覧商品詳細ページはアンプファーストな設定として運用しています ご覧いいいただいてるいるように、サイトをホーム画面から起動すす。ことが可能ですそして、ユーザーが検索からアンプ対応しているページに訪問し、その後、PWA 化したページに移動する際、すでに先読みしたリソースをサービスワーカーから受け取って、高速なユーザー体験を提供できるという形になっています。ありがとうございます。 それでは最後に今後の我々の展望をお話しさせていただきたいと思います。より多くのユーザーに AMP を体験していただくため、我々の持つ ECube.co というプラットフォームを通じて AMP を利用しやすい環境を目指していきたいと思います。また、プラグインの方も改善していき、無限スクロールの実装であったり、AMP サービスウォーカーの対応、サインド HTTP エクスチェンジなど、さまざまな機能に対応していきたいと思います。 そして何より、えー、今日一つ事例を紹介していただきましたがさせていただきましたがもっとより多くの事例を作っていきたいと思います、えー、皆さんと一緒にアンプを普及していきたいと思いますもし必要であれば我々にお声かけください以上ありがとうございましたありがとうございました。